地図カリーニングラード州はバルト海沿岸のロシア連邦の州、ロシア連邦の最西端で飛び地である。琥珀を産したことからヤンタルヌイクライと通称される。最大の都市は州都カリーニングラード。カリーニングラードはかつてケニヒスベルクカーニヒスベクと呼ばれ、プロイセン公国とプロイセン王国の首都であった。州名は革命家ミハイル・カリーニンにちなむ。 面積は1万5000キロ平方メートル。人口密度71人、軽平方メートル。南はポーランド、北はリトアニアと国境を接する。主要な河川はプレゴリア川、ネマン川。バルト海沿いには大きな二つの石庫として、ポーランドにまたがるビスワ型とリトアニアにまたがるクロニア型があり、クロニア型とバルト海を分けるクルシューサスは、 世界遺産に登録されている。主要な湖にビスティティスコがある。カリーニングラード州の地図人口は96万8200人。うち74万1800人が都市に住む。カリーニングラード市には州の人口の約半分43万300人が住む。住民の約82%をロシア人が占める。その他ベラルーシ人、ウクライナ人、 リトアニア人、アルメニア人、ドイツ系ロシア人、タタール人など。なお、ドイツ系ロシア人とは、ロシアの他の地域から移動してきたドイツ人であり、東プロイゼンに元から暮らしていたボルガドイツ人は、第二次世界大戦直後に追放された。現在の人口の約半分ほどが同地で生まれ育ったと推定される。20世紀初頭までのこの地域の歴史については、 プロイセン、東プロイセンを参照。現在のカリー・ニングラード州の地域は、東プロイセンと呼ばれる一帯の北部にあたる。1918年、第一次世界大戦におけるドイツの敗戦に伴って、西プロイセンがポーランドに割上されたことで、東プロイセンは、いわゆるポーランド回廊によって、ドイツ本土と隔てられた飛び地となった。第二次世界大戦では、 プロイセン地方は、ドイツ軍が劣勢になるに従って、東部戦線の戦場となり、敗戦直前の混乱の中で虐殺、強姦を繰り返すソ連軍を恐れた、プロイセンの人々は大量の難民となって西方に逃亡した。第二次世界大戦後、東プロイセンは分割され、北半分はソビエト連邦の南半分はポーランドの領土とされた。それを受けて、すぐに、 ケーニヒスベルク特別管区が設置され、ケーニヒスベルク州として、ソビエト連邦に編入された。1946年に、カリー・ニングラード州と解消。1947年までに、残っていたほぼすべてのドイツ人住民はドイツに、追放された。この際、管轄を、リトアニア・ソビエトにせずロシア・ソビエトにしたことが、後々の飛び地問題を引き起こすことになる。戦後、 カリーニングラード州は、ソビエト連邦でも特に軍事施設の集中した地域となり、ソビエトの不沈空母とさえ呼ばれた。ニキータ・フルシチョフは、カリーニングラードを、リトアニアソビエト管轄にすることを提案したが、当時リトアニア共産党書記長であったアンタナス、スニエチクスはこれを拒否した。1991年以降、約12000人のドイツ人が、 カリーニングラード州内に移住することを試みたが、ほとんどは数ヶ月後に再びドイツに移った。1992年、ロシア連邦のボリスエリチン大統領は、1945年のヤルタ会議で計画されていたように、この地域はポーランドに譲渡されるべきであると述べた。しかし、1996年にポーランドが来た。 大西洋条約機構への加盟を求めて以降、この発言は撤回された。2004年5月1日、国境を接する2カ国、ポーランドとリトアニアが欧州連合に加盟したことで、カリーニングラード州は二重の意味で飛び地となり、国境の通行はさらに困難になった。カリーニングラード市の周辺の地域は、ソビエト政府が巨大な軍事施設を設置していたために、 50年間ほど完全に封鎖されていた。冷戦の終結以後、その軍事施設の規模や環境破壊の深刻さが次第に明らかになってきている。本土から遠く、西に離れたカリーニングラード州は、ロシアの対ナトウ軍事戦略にとって重要な位置にある。ミサイル防衛構想への対抗策として、短距離弾道ミサイル、イスカンデルを配備する計画を、たびたび表明している。 また東隣にあるリトアニアがエネルギー調達でロシアへの依存度を下げるためスウェーデンから海底送電線を付設した際にはカリーニングラードに駐留するロシア艦隊が演習を名目として一角した。リトアニアのカロブリス国防相は2017年5月ロシアがカリーニングラードに核兵器を配備したと述べている。2017年7月21日に 中国海軍で英語 2D 型駆逐艦合比を中心とする艦隊が入港。バルト海では初となる中ロ合同軍事演習海上連合2017に参加。カリーニングラード州は軍事拠点としてまた不登校としてロシアにとって重要な地域である。大規模な造船場や自動車の組み立て工場もあり、漁業が盛ん。しかし、周囲の国々や ロシア本国からの隔絶した地理的環境が大きな足かせとなり、輸出の不振や高い失業率が問題となっていた。だが最近リトアニアへの越境審査が簡略化され、それ以降は高い成長を維持している。また、バルト海で発見された油田に期待が持たれている。カリーニングラード州は世界の琥珀の90%以上を算する。ヤンタルヌイ氏に、 琥珀の加工工場がある。国際空港がある。鉄道でモスクはサンクトペテルブルクやグダンスク、ベルリンと結ばれている。この地域はカリーニングラード時間帯の標準時を使用している。時差はアトックプラス2時間で、過時間はない。ありがとうございます。